大分大学は、大分県大分市、大麻田野原700番地に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された、大学の略称は文大。大分大学及び大分医科大学が統合され発足した総合大学、語学部、語研究科を有する。シンボルマークを置いたユニバーシティの頭文字をモチーフに、二つの円でデザインされている。 旧大分大学と旧大分大科大学の統合期に一般公募され2007年に新しく制定された。学科3番からなる曲が学科として存在する。旧大分大学と旧大分大科大学の統合期に一般公募され2007年に新しく制定された。大分大学には約80の大学公認サークル同好会が存在する。 運動系公認サークルの総括本部として、体育会、文化系公認サークルの総括本部として、文化会が組織されている。その他に準公認、非公認のサークルが多数存在する。交換祭、例年6月頃、文化会によって交換祭が開催される。一般向けにイベントホールで、文化系サークルの演奏会、展示会が実施される。大学祭としては、 青い了祭と医学部祭の二つがある。青い了祭、例年10月末頃に、丹野原キャンパスで開催される。一般にも開放され、ミスコンなどのステージイベントや展示、模擬展などが行われる。旧大分大学の開学祭の流れを組む行事で、旧大分医科大学との統合により2004年に、現在の開催時期となり、名称も、聡明祭に変更された。 2012年に経済学部90周年、工学部40周年、東日本大震災、九州北部豪雨を受けて、現在の青医療祭に解消された。医学部祭、例年10月頃にハサマキャンパスで開催される。一般にも開放され医学部ならではの医療店や、ステージイベント、模擬店などが行われる。旧大井大科大学の 医大祭の流れを組む行事で、旧大分大学との統合により2003年に、現在の医学部祭に解消された。同窓会 FM 大分にて、文大ラジオアカデミーが2011年11月3日に放送開始。当初は毎週木曜日のスクールオブロック放送時間内の5分の共用ミニ番組であったが、後に独立して、 木曜21時30分21時55分の放送となり2013年3月まで放送された2018年4月からは OBS ラジオにて文大ラジオが放送開始した毎週日曜日の16時から16時30分までの30分番組である出演者は大分大学卒業生の OBS アナウンサーと 大分大学放送部の学生パーソナリティ3名である。ゲストとして北野学長や大分大学 OB、OG、現役大分大学生を迎えている。2019年10月の放送からパーソナリティ人が代替わりした。医学部の40歳代の男性准教授が2010年4月から9月にかけ自分の研究室に所属する学生のレポートを学内に掲示し、 このような内容ではダメだと中傷したり、実習期姿の学生をコスプレ化と揶揄したりしたため、この准教授の授業を受けていた学生が多数授業の出席を拒否するようになった上、同年9月に大学側に苦情を申し立てた。大学側は2011年11月17日に、この准教授を開国の懲戒処分とした。2015年2月に起きた、 経済学部の学生の自殺について、第三者委員会は2016年12月に、所属していたゼミ担当の元講師によるアカデミックハラスメントが自殺の原因であるとする報告書を発表した。元講師は2014年7月から LINE を使ってこの学生を何度も叱責していた。検討委員会はまた、別のゼミ生が元講師の指導に問題があることを 指導する立場にある準教授に相談していたにも、かかわらず、大学が十分な調査を行っておらず、大学側に学生の安全に配慮する注意義務違反があったと指摘した。2017年1月30日、大学は安全配慮義務を尽くさなかったとして、元講師の上司にあたる男性準教授と全経済学部長を文書訓告の懲戒処分とした。 2018年11月19日、医学部看語学科の女性教授が、2016年度から2017年度にかけて、当該学科所属の女性助教二人と女性助手一人に対し、演習を助教に押し付けたり、意に反する学会参加を要求したりした。この他食事の席で、服装や髪型をからかうような、セクハラと捉えられる発言もした。また、 専門学校を卒業後、放送大学で学位を取得した助教に対して、他の教員がいる会議で、4年生大学を出て、いないからわかっていないなどと学歴を侮辱する発言も、した。女性教授から、同様の被害を受けた11名の学生が、大学に苦情を申し立てたことによって発覚した。大学は2018年11月19日付で、女性教授を開国の懲戒処分とした。 福祉健康科学部の学部長の男性教授が2013年度から2018年度に架空請求による目的外使用、故意による旅費の二重請求及び実態を伴わない旅費の請求架空請求を行い公的研究費を不正に受給した。不正に支出された研究費は総額102万1670円、54万6710円、受託事業費、 42,350円。2018年12月に不正が発覚。男性教授は学部長職を辞任した。大学は2019年3月20日付で男性教授を定職の懲戒処分とした。また、この事案に関し、学長、関係理事及び幹事が給与の一部を自主返納した。教職員による不祥事。ありがとうございます。